回のテーマはですね、星に願いを When you wish for a star ということで、東北の現状とか、まあ、日本のまだまだこれからの復興をしていくというこの状況の中でですね、まだまだいろんな方の思いとかいろんな方の願いというものがあると思います。その願いをですね、この星一つの星に託しまして、そしてイーグルスの選手の方々にはこの夏を着用して東北復興、皆さんの思いや願いのシンボルとして頑張っていただきたいなというコンセプトを込めて作らさせていただきました。縦縞っていうのもですね、野球ユニフォームとしてはオーソドックスな形になるんですけども、まあ、その同じく天に向かって伸びていく、まあ、縦線ということで、今回のコンセプトにはぴったりなのかな、シンプルに、ストレートで表現をしました。それでは島選手、塩見選手からこのユニフォームの着心地や印象を一言ずついただきたいと思います。これから、ここに向けて、願いを込めて、戦っていきたいなという思いでこのユニフォームを着させていただきました。ちょっと縦縞で初めて来ましたので見られないところもありますけども、勝って勝って勝ちまくって、これがイーグルスの象徴になっていけばいいなというふうに思います。今までない、いいデザインだなと思いますし、これを着て、勝ち星をどんどんどん増やしていけたらなと思ってます。はい、じゃあその隣ここお願いします。はい、ありがとうございます。